はい。こんにちは。長田薫です。今日は、えー、このね、スマーティザン T1、結構反響が大きかったね、端末ですが、こいつの攻撃 T2 をお見せしていこうと思います。というわけで、こちらが T2 のパッケージとなっております。うん。どっちが上だ こうだな。こういう感じですね。まあ、あの前回のちょっと概要をパラパラっと T2 の話をした時にも言いましたが、今回は金属のフレームが継ぎ目なしのものが使われてるってことで、まあ、そこを強調したパッケージになってるというところでしょう。 まあ見方によってはね、これが白くなったら iPhone6 っぽいみたいなこと言われそうだけども、まあ自分たちのね、売りにしたいところをこうやって強調するのはまあ普通のことかなと。というわけで開けていこうと思います。今回のは、えー、黒。黒の、えー、32GB バージョンですね。よし。いきます。はほい。 きましたはい <laughs> はいってなんだ綺麗だね。まああのー、やっぱりコメントでも来てたように、まあそもそもちっちゃくなってるし、普通のスマートフォンとね、同じような形になったね。で、これが、えー、本体。えっ、赤赤いぞ。何これえっ、何これ何の赤いやつでもこっち側スマーティザン T2 って書いてある。 この赤いのは一体なーに俺俺これ読めないからなんかなんか赤い紙が書いてあるね。で、ピン抜きだね。今回は SIM スロットがピン系になってます。で、いつものごとく前にもあったけども取説が入ってると。で、こちらですね。前に比べて、えっ、ー、と、ネジと そのドライバーが前のパッケージには入ってたんだけども、今回それなくなってるんで、そもそも部品としてないので、今回はマイクロ USB と AC という感じですね。あ、入れ物もなんか変わってるぞ。こういう感じになってんな。あれどういうことよいしょ。おお取れた。なかなか硬ったかった <laughs> で。こうやってぐるぐる巻きになってんだね。 はい、はい、はい。まあ、ここは前のやつそのまま流用しちゃってもよかったんじゃないかなって思うけどな。前のやつがこのままここにはまるようにしちゃってもよかったんじゃないかなと思いますけどね。あ新たにこういう型をさ作ってプランにしちゃわないでもね。で、AC も前のとちょっと変わっていて、ちょっとね、こう、ギザギザがね、入ったようなものになってますね。 このコンセントに抜き差しするときにグリップ感が良くなるようにっていうことだと思います。で、他はね、前と一緒になっていて、これ、向きがわかるように、こっち側だけポチッとなってますと。っていう感じでね、その二つが入ってるという感じです。イヤホンは入ってないですね。前も入ってなかったけど。ということで、早速、本体というところですよ。よいしょ。あー。なるほどね。 はいはいはい。早速、ペリペリをしていこうと思いまーす。はい。おー。おいえー。うーん。いいんじゃないですかいいと思います。これ、綺麗よ。やっぱり、継ぎ目が本当にないんだ。で、後ろは一緒の感じだな。 うーんああちょっと違うねでやっぱちょっとね大きくなってるねこれ見た目にもわかるし重ねるとうんまあ分かるね薄くはなってるんだけど横幅と縦幅っていうのはこっちの方が T2 の方が大きくなって,てただ画面サイズは変わってないんでそのまま大きくなりましたっていう感じですねということでちょっと近くに。 えー、近くにつってもね、これ、もともと真っ黒なんで、ちょっと伝わりにくい部分もありますが、よいしょ。もうピントが一っと寄りづらいんだけども、前と同じように、ここのスピーカーの部分に、近接センサーとかが入っちゃってるんで、もう、無駄な、ないんだよね。インカメラとスピーカーな、みたいな感じになってて、他のスマートフォンってさ、 ここにまたやっぱセンサーが入ってたりするから、黒でまとめられてもね、あ、ここがセンサーねっていう感じで、気になる人は気になるデザインだったんだけど、これもやっぱシンプルにまとめられてると。そして、下側だね。相変わらずの物理キーと。この三つが、まあ、アンドロイドでようあるホームとメニューと一個戻るっていうやつ。はいはいはい。で、裏に行こうか。裏も綺麗よ。 ね、このテカリ具合、綺麗だね。で、今回ね、このカメラ部分、ね、明るいレンズになってるんだけども、実際このカメラの大きさとかもちょっと変わってますね。えー、っと、並べるとこんな感じ。ちょっと変わってるのわかるこ,こっち反対にするか。反対にするとこんな感じですが。LED もそうだし、このカメラの部分もそうだし、大きさが変わってます。 で、他はね、裏側は別に特に前のやつと同じで微妙に 2.5D のガラスが使われてるっていう。あ、で、今回からこの表面もこの若干の曲面形になってるのよ。で、このラウンド加工、ラウンドエッジ加工になってるやつになってます。っていうところで、まあ、売りの一つであるサイドフレームをね、ここからじっくり見ていこうと思います。これが上と。 ね、前は電源があったんだけども、今回電源がなくなっていると。上が前期 T1 で、下が T2。はい、電源ボタンがなくなっています。そして、そしてサイドですね。サイド。で、反対側のサイド。 そして最後に、一番下と。今回はそのバックパネルも外れないようになってるんで、ネジを入れる部分もなくなっているという感じですね。なかなか変わってるね。美しく、より洗練された感じがしますね。多少ね、このボリュームのボタンのサイズとかも変わってる。大きくなってます。だからこうやって持った時に、 より押しやすくなってるっていう感じだね。で、伝わるかどうか分かんないけど、サイドにね、端肉に行くにつれて、この金属のやつも、こう、落ちてく。R がかかっていると。まあ、アプローチレベルの R だけどね、緩い、こうな,なるような形。極端な話をすると。こう行く感じ。で、えー、もう一つのポイントよ。ここが、シムスロット兼、 まあボタンになってるっていうところだね。ちょっとその機構を見てみよう。よいしょ。はあ、なるほどね。わかるかなこの穴の両サイドにボタンの部分があるわけよ。押せるようなね。スロット穴の左右に押せる部分がポチッとありますと。で、そこに対して、このスロットね。ボタン部分の左右に凸があるでしょ。 これが押されるんだよね。で、ここのね、ボタン部分とこっち側のス,スロットのね、トレイの部分ってバネでくっついてて、これがこういう、こういう感じでずれるわけですよ。それがボタンになっていると。スロット兼ボタンになっていると。なかなかね、いい感じだと思いますね。このね、 スロットがね、ボタンになってるからといって、このボタンになってない側と比べて、押した感が変わるかっていうと、違いはね、感じないけどね。あと、この、出てる、出てる感じも変わらないんで、出幅出幅も変わんないから、いい感じだね。うん。なんかね、金属特有の冷たさも若干感じながら、なかなかいいんじゃないですか。で、 電源ボタンを入れたいんだけども今回上にはないですこのホームボタンの真ん中が確か電源ボタンになってるおおやっぱりこういう感じかかっこいいな電源ボタンをなくすっていうのはまあ理にかなってるんだよね今回のこのこいつの OS のねその動作の感じからするとはい来ましたね で、日本語を選んで、まあ、ここら辺は前の端末と一緒だと思うんで、このままちょっと飛ばしちゃいます。はい、来ました。まあ、ここら辺はね、前の感じとに、同じようなね、感じはするけどね。バージョン1と、スマーティーさん OS バージョン1と同じような感じがしますが。えーっと、まあ、ちょっとね、 見えづらいかもしれないけども、大まかなスペックっていうのはこういう感じですね。まあ、前のね、動画に詳しいスペックは載せてるんで、そっちを見てもらいたいんだけども、基本的なね、ベースアップがされているという、えー、まあ、捉え方で間違ってないかなというふうに思います。はい。あ、今ね、気づいたけど、こ,この、 えボタンにもともとね、物理器に LED が3つ搭載されてたんだけども、真ん中だけと。いう風になってますね。これもまあ理にかなってるっちゃかなってんのか。真ん中さえついていれば、その隣はわかるでしょ。ということでしょう。う3つ全部つけなくても、真ん中さえついていれば、暗いところでもわかるでしょっていうことだよね、きっとね。 あーしっかりとね、改善点もあるね。この画面をピュッと下ろすっていう機能もあるんだけど、それのエリアの広さとかも変えられるようになったりして、前は利き腕と反対側だけを、しかもこういう親指っていう面積の大きい指でやった時だけ画面をピュッと下げられるっていうのがあったんだけど、今回はしっかりとエリアのね、設定までできるようになってたりとか。 いろいろとね、改善されてるところが多々ある感じがするね。で、前にさ、あのー、このホーム、スマーティザン OS のこのホーム画面しか使えないんだよねっていう話をしましたが、一応ね、標準に近しい Android の画面も使えるようになってる。ほら、こういう感じで。使えるようになってるんで、えっと、スマーティザン OS のものが、 え苦手だという場合には、こっちもあるのかなという感じですね。ただ、それこっちでも使えたのよ。T1 でも使えて、もちろんやったんだけども、ホームアプリ自体はちょっと入れられなかった。で、俺まだこっちのね、新しい OS の方では試してないんだけど、おそらくそれも、当せできないんじゃないかなと。インストールできないんじゃないかなというふうに思ってます。で、えー、ね、あの画面を下ろすギミックをすると、 見えた今。端末が透けたようなね、ページが入ってると。これなかなか面白いね。こう下げると中が透けてるような絵が仕込まれてるっていうのはなかなか面白いなというふうに思いますね。すごいな。今回こっちのボタンを押すだけで通知バーが降りてくるとか、そういうことができんだね。なかなか面白いな。ど、どこの画面でもできんだ。 で、この画面のまんま、これでスリープ。スリープで、ここからもっと長押しすると電源切るとかなのかなあ,あそうだね。前のね、OS でもここ長押しでスリープだったんだけど、ここからさらに押してると、あの、電源が切れると、ようになってるということですね。 あーこれはいいや。こういう感じが結構スマートかもしれない。まあ、で、今回はちょっとこう、開封だけにさせてもらっちゃって、中のね、その OS の変更点とかそういうものも、ちょっと俺、こ OS と比べながら見ていかないと、あの、今現状で開けたばっかだとちょっと把握できないんで、把握できないっていうか、把握してないし、それを伝えることもね、ちょっと俺の中でもできてないので、 また後日ね、そこはやっていこうかなというふうに思います。はい。まあ改めてね、もう一度こいつをね、えー、お見せして、そこからね、えー、お別れしたいなというふうに思います。<laughs> なんだお別れしたいなとっていうのは。ちょっとね、本当に、えー、ピントがね、寄りにくいっちゃ寄りにくいんですが、こういう感じのね、端末になってますよ。 はい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 。なかなか綺麗な感じで、うん。で、こっちのね、金属の処理もね、なかなか素晴らしいよ。で、この継ぎ目がないっていうのもね、あの、想像はしてた。持った感じとかの想像はしてたし、もちろんプロモーションの動画を見たりとか、 レビューのね、画像を見たりとかもしてたんで、ある程度は想像してたけども、継ぎ目がないっていうことの美しさっていうのは、やっぱ持ってみないとわかんない部分もあって、これはね、美しいなというふうに思いましたね。で、細かいところだと、一応こういうスピーカーグリルであったりとか、こっちのボタンのね、ものだったりとか、サイズとかもいろいろこう、やっぱこだわっていて変更されてる部分もあったりするんで、 なかなかにしてね、面白いですね。まあ、ただ、やっぱりこれより上っていうのは、まだまだできるなという印象も持っています。だ今後の T3 になった時に、このイヤホンジャックも廃止してしまうとか、もっとね、高速通信ができるタイプ C にしてしまうとかっていうのもあるだろうし、えー、もっと言ったら、 細かいですが、こっちのね、SIM スロット兼、えー、ボリュームキーになってるもの、このピンの穴は、ボリュームキーのこのユニットの中に入れちゃうっていうことも考えつくと思います。ね、普通ならこういうものがあった時って、この一番端っこにピンのね、抜き差し穴があったりするわけですよ。まあ、こういうことだね。こういうことよ。スロットのこのユニットの中に穴を作っちゃう。 うんこれもね、一つ、この本体側に余計な穴を作らないっていう意味では大切な機構だと思います。で、もちろんこっちの方は、この穴がある方にスロットをインするっていう向き、向きをわかりやすくするっていうためのものでもあるので、で、こっちももちろんね、向きをね、わかるために一応あるのよ。 どっちが裏表なのかっていうの分かるように、こっちが表ですよって表面にね、この緑色のポッチがあったりするわけですよ。そういう意味では、向きが分かりやすいようには一応してるんだけども、あの、このボディの中にね、穴が少なくなるっていうのは、それだけやっぱり美しさは増すと思うんで、そこはもうちょっとね、改善できる点なのかなと、もうちょっと進化できる点なのかなというふうにも思います。はい。えー、おおむね、 えー、大きくはなったとはいえ、もともとが5インチサイズなんで、特に何か握りにくくなるとか、操作性がね、悪くなるとかっていうところは、今のところ感じていません。だからこれは実際に使った時にどうなってくるかっていうのは、今後ね、この動画の後に俺が、えー、試してって分かってくるところだと思うんで、それがまた改めてね、動画にしていこうかなというところです。はい。 ということで、えー、ここね、一週間ぐらい、えー、ずっとスマーティさんのことがちょっと濃くなってますけどもね、それだけ俺も、えー、なんだろうな、心をつかまれているというか、いう感じなんでね、注視して見ていくっていうのもそうだし、えっ、ー、と、実際の使い勝手の部分、もうちょっとね、突っ込んでね、やっていこうかなと思います。また見てな。 Bye bye!